天候からか。了解でーす。よろしくお願いします。じゃあ、解散では。イェーイ。最初の動きが見えやすいな。わしゃかりげん。砂だめ。シュ。逃げろー。こっち行ってみよう。ゲンさんが追ってくる。アベベンがおる。作業が遅れると死ぞ。ゲン、アベベンどこ行った。神宮寺おらんのか。死体はさっ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 さ。死体はおらんのか。メッドベイダーピーロン見てられるか、こんなところ。怖い。セキュリティとかも見ない。まっすぐ進むぜ。あ、怖え。ダチキン死んどらんな。怖え。大丈夫か。みんな、俺は見回っているぞ。ちょっと、作業もしなきゃね、少しは。で、やってるうちに死ぬー、みたいな。アベベン、神宮寺、砂ザメ、アッパーエンジン。アッパーエンジンが気になるね。は？なんかいるな。マシャカリがいるな。赤だ。ん？いないな。あー、センターマシャカリ高だ。もうみんな逆走してる。なぜ？ロアエンジンに1いる。もう全然タスクしてない。はっ、集まれー。西隊かー。マジか。もう死んでるわ。ストレージの給油、アベベンが倒れているところを発見しました。ストレージの給油。ストレージの給油ってどれへんだっけ。あ、あれか。左下。はいはいはい。真ん中雨だね。なるほど。今下から来た人誰だったっけ、覚えてない。ストレージの給油。どうだ、白を洗っていくか。いや、でも、いや、いつ死んだかわかんないから微妙か。あともう一体どこで死んでるか、あの、夏目さん見た人いる？いやー、見てないっすね。見てないなぁ。俺最後に会ったの誰だっけ。俺を最後に見た人っていないっけ。はい、ここにいます。見ました。あのアッパーエンジンとかメッドベイとかその辺にいました。そう、アッパーエンジンのメッドベイ間の廊下で4人ぐらい俺含めていたんだよね。マシャカリさんと、マシャカリさんと高田さんと僕と寺戸さんの。あ、そうそう、ゲンリアクターしました。ゲンリアクターの方に走りました。砂だめ最終位置ナビゲーションです。 O2 やってナビゲーション直してっていう感じかな。え、今ロアエンジンにいた人って誰。 O2 を直した、ロアエンジンはシャラです。アドミンで見てたらロアエンジン1だったんだけど、いない。現リアクター最終位置です。神宮寺アドミン最終位置。俺最終位置ナビゲーション。直前にロアエンジンを取った人がいないんだったらロアエンジンに死体がある可能性があって、俺はそれを見に行く途中だったんだよね。ああ、うん、じゃあ原産ヒットだね。もしロアにあるんだったら。え、とはならないですよ。いや、なります。O2 になってる時に、はい、寺蔵さんがまず一回、引き返し、その後、ゲンさんが引き返し、高田さんが引き返し、高田さんしか戻ってきてないので。はい。ゲンはロアエンジン、上から行ってるんですよ。下から行ったんだったらわかりますけど。それは先端さんも確認されてるはずです。アッパーエンジンの方からリアクターに向かっているので、現に犯行はほぼ不可能なはずです。ちなみに俺がアッパーエンジンにいた時に先端が下から来たように見えてんだけど、先端はその前どこ行ったの？アッパーエンジンの時はそうね、リアクターいたね。え、てか、ちょっとね。ん？センターも容疑者に入ると思う。センターの黒塗りはちょっと、そうだね。ってなりました、現です。ちょっと、あれか。じゃあ押すわ、僕が。もう一回話したいね。了解っす。うん。もう一回最終位置あたり聞きたいな。なんだかんだ覚えてたな。センターンが多分アッパーエンジンで下から来てるとこ見てんだよな。うん、ちょっとブーってすぐ押されるだろうからこっちから先だな。まあこれはできなくても仕方ない。ブーってならないんだね。よし、いいぞいいぞ。はい、さ
発車しました。最終位置もう一回整理したいな。最終位置だけそれとりあえず行ってこうか。じゃあ砂だめナビゲー、オーツナビゲーションで、ナビゲーションが最終位置です。俺もナビゲーション、高田ナビゲーション。それは2人は高田さん見てないよ、ナビゲーション。多分あったら入ってると思う。誰かいたのは見てるから、後ろから入ってる。あー、なるほど。え、高田さんは、高田さん目線だと砂ザメは見えた？え、砂ザメだったの？うん、まあ、一人いたんだったらそれは。まあ、いや、置いといて、他の方。神宮寺アドミンです。ダチピンマドミンです。僕とマシャカリさんはアッパーエンジンあたり、ね、そうですね、そこの2人アッパーエンジンですね。テラゾさんが多分カフェテリア、まあ、ですよね、最初追放してくれたから。いや違う、ストレージの下の給油だって。あ、そこそこ、そこで安倍メンさんが死んでるんだから。すみません、すみません。原リアクターです。で、僕せっかく押したんで話すと、なんだっけな、ね、ロアエンジンからエレクトリカルやるの怖くて、下からロアエンジン通って上行くときに、確かオーツになったんだけど、なんかね、テラゾさんが確かいて、そう、なんか怖えなと思って、ちょっととりあえずカフェテリアの方行こうってしたときに確か O2 がなって、そのときに、マシャカリさんと高田さんが、なんかその多分下行、ん？あとゲンさん？え、じゃあマシャカリさんはいなかったか。高田さんと寺蔵さんとゲンさんが多分殺されてないかみたいな感じの確認の仕方をしていったと思うんですよね。そう、逆走してたんだよね、なんかみんな。そうそうそう。まずその逆走の話なんですけど、センターさん下の方で話してますけど、じゃなくてアッパーエンジンの方じゃないですか、まず。多分逆走って言い方したからちょっと混乱してんじゃないですか。逆走ってのは、アッパーエンジンとカフェテリアの間だから、アッパーエンジンからカフェテリアに向かうオツになってたから、右に行くのの逆の方向に一瞬行ったのが寺蔵さん、源さん、高田さんの順で、寺蔵さんと高田さんは結局最終的にカフェテリアの方に向かってるっていうのは分かってるっていう状態。ストレージに前にいた人は誰だったんだろうな。で、ちなみにロアエンジンの時はいなかったと思う。左下にいたらわかんないけど感じ。でも私は容疑者には全然入ると思う。まあいいよ。まあちょっとわかんないですね。まあこんなことしてる場合じゃなかった。ウェットベイやんなきゃいけないのに。シュよしよしよし。まあ時間ないだろう。30秒経つ前にやれれば完璧だけど。オッケー。なんとかやりきったぞ。でも誰もこっち来てないな。ちょっと危ないかもしれないから引き返そう。ウェポンの方に行こう。ウェポン誰かおらんかな。はっ、そのダメがおった。ちょ、今の動き怖いんだけど。めちゃめちゃ。そのダメ追っかけよう。よいしょ。はい。あらー、停電ですわ。死にますわ、これ。あっ！え？砂ザメ？砂ザメさんが死んでおります。砂ザメさん、あ、はい、場所をお願いします。暗くて分かんなかったけど、カフェテリアの俺が発見した位置はウェポンから入ってベントの左上ぐらいで反応したので押しました。で、俺はナビゲーションから出てくる砂ザメさんを見て、シールドの作業をこなしてから、O2 で落ち葉拾いして砂ザメさんを追っかけるようにしてカフェテリアで発見してるので、それくらいの時間前だと思ってください。10秒、15秒ぐらい前かなって感じ。とりあえず絶対神宮寺ではない。そうっすね。あ、出た！恋人ラインができてるんだよね。現に1人しか行ってないので、どなたか見てたら助かります。はい。ベンさんはセキュリティあたりで見ました。あ、エレクトリカル直してたの誰でしたっけ、僕と一緒に。あ、高田さんか。俺。あ、神宮寺さんも近くいたんすか？います、います。僕、奥にいました。あ、なるほど。じゃあ、ここの3人は。ザッピンさんって、初日、アドミン、最終日でしたっけ？最終日、アドミンです。O2 で砂亀さんがやってるのを確認したか、あとアドミンに行きました。僕の、ちなみに最終日はエレクトリカルで、マシャカリさんと一緒に。すれ違いました。うん。その前はロアエンジンで。で、ストレージで、ゲンさんとザツキンさんが左に行くのが見えたんですよ。
ケンさんとザチキーさん。で、ナッツメさんの多分、死体の位置の予想が多分、ロアエンジンじゃないですか。で、ストレージに、もう一個、死体があったじゃないですか。だから、ザツキンさんがストレージで殺して、ゲンさんがロアエンジンで殺して、今の、お互いのアリバイを作るために、どっちかが弁当で移動とかいうのも全然あるかなっていうふうに。センターさんに入れます。今、エレクトリカルで白証、エレクトリカルにいた人はほぼほぼ白なのかなと思ってるんだけど、どうだろう。うん、ロジカルさんと僕いましたよ。そう、いましたよ。だからセンターさんちょっと。カフェテリアですよ。おかしくない？原産入れましょう、これ。僕、原産入れます。入れるの？入れんの？理由ないし。スキップ。原に入れる理由も特にないと思いますよ。めちゃくちゃ今説明したけど、センターさんはロアエンジンで死んだタイミングが分かっていたような口ぶりです。分かっていて偽装したんだと思っています。村の皆さん、お願いします。よくわからん。まあ、対立軸であるセンターもくつっとこう。って感じ。まあ、まだ時間あるから。ダウンロードしてからでいいや。誰もやれんの？お、やばいよ、これ。はい、ありがとうございます。あんまり俺はゲンさんぽ、ゲンさんがそのだと思ってないから、インポスターだと思ってないから、その理由がちょっとよく分かんなかったんだけど、説明してくんないと俺は先端ゲンでローラーすべきだと思っちゃう。だって6人だよ。んー、そうね、ローラーする対象は僕しかいないから、それでもいいな。3票入れたの誰なの？まず、あ、僕ゲンさん言いました。俺も入れた、俺も入れた。うん、オッケー。まあ、ちょっと薄い要素で、薄い推理ではあるけど、ロアエンジンに向かったのが最終的に、の方向に向かったのがゲンさん。で、僕がさ、通ってんのよ、ロアエンジン。ロアエンジン通ってアッパーエンジンの方行ってんのよ。うんうん、で、その時に死体なかったの。うんうん、で、結局、トータルですれ違ったのがゲンさんしかいない。そのアッパーエンジンの方に行き切ったのが。うんうん、で、高田さんと寺田さんそのままカフェテリア行ったじゃん。うんうん、だからシンプルに容疑者が、ゲンさんしかいない。他の人はアリバイがあったわけでしょ、うんうん、で、ストレージに死体があったっていうので、アドミンの人と、アドミンにいた二人と、多分、テラゾーさん自身のセルフレポートっていうのが、多分、一番濃厚かなっていうふうに思ってて、うん、で、カフェテリアに、で、死んでたんだよね、最後。うん、砂染さん。うん、ってなった時に、ザツキンさんと、ゲンさんがストレージ側からロアエンジン側に向かうのが見えたから、まあ、ゲンさん黒軸で置くんだったら、ザツキンさんと辻褄合わせでセキュリティって言ったのかなっていうふうに思ったっていう。まあ、そこの推理はちょっと正直薄い。これってさ、初手のアドミンで見てたのって誰って言ってたんだっけ？アドミンでロアエンジンに1位いたっていうのは俺が言ったんだよ。俺がそれを見に行って途中のストレージ発見したっていう話をした。ああ、そうか。ただロアエンジン、まあわかんないか。まあでも、そこまで偽装するのは厳しいから、ステラさんセルフレポートな、そう。もう一回話したいけど、センターをローラーすべきかどうかについて。他の人の意見が全然落ちないのが怖いんだけど。うん。ごめんね、ちょっと喋りすぎちゃった。僕次喋れないんで。なるべくボタンを押す人押してほしい。うん。あ、ミート、ミート、ミート、高田さんミート。まあ、いいと思うけどなぁ。大丈夫なのかな、ゲンさんで。まあ、オツが鳴った後なのにな、リアクターに到達してるのは、素直に怪しいと思う。はい、おしゃありがとうございます。はい。いやぁ。テラゾーがやってる説ってないの、初動のやつは。っていうのが怖いな。まあ、もちろん俺がセルフリポートしてる可能性はあるけど、ストレージ取った人はいないの、逆に。ストレージの方から来た人がいたような気がするんだけど、俺がアドミン前ですれ違った人。それの申告がないから。いや、だから、なんか、なんか、怖えな。先端じゃない場合ってテラゾーありえるし。僕はないって思ってる。今サポータージュが起こんなかったのって、先端さん釣りたいからじゃないですか。まあ、そんな可能性もある。ああ、そういうことか。
その位置的に先端さん、ま、あごめんなさい、マシャカリ高田が、先端じゃなくて弦だと思う、はい、そのはっきりとした理由を言ってくれれば俺も説得されて先端ローラは飲まないけやらないけど、どう思うの？あ、俺からていい、うん、あどうぞ。先端がめちゃくちゃロモを述べていて、弦に詰めていたのにもかかわらず、弦は先端に入れますとしか言っていないのが、何も準備していないなって思ったから、あれだけ言われてる間に先端のことを人外だと思っているんだったら、準備する期間あったはずなのに何にも変化がないのか。まあ、時間はなかったからね、先端がずっと喋ってたからって思ったけど、俺は。単に考えられるはずだから、それを何もやっていないのが変だなって思ってた。あ、それ僕も思ったんですけど、あと1個は先端さんの弦座地金のダブルキルっていうのは結構あの腑に落ちたんで、だから弦さん座地金さん両方釣ったらいけるんじゃねと思って、すみません、先端さんの黒は追ってなかったですね。なるほど。だから弦さん入れました。まあ俺視点だとアッパーエンジン側で先端が下から来たっていうのが、先端がロアエンジンで殺してる可能性があるから、そのロアにあったなかったっていうのが本当かどうかわからないから俺は先端を疑っちゃってるんだけど、原さんが O2 なった後なのにリアクターに達するのが早すぎるというか、ずっとそっちで作業してたんだなって思うのは正直インポスター要素だとは思ってる。他の人間の意見が聞きたいな。ザチキンさんどうですか？ザチキンはちょっとサボタージュ起こんなかったから気になるので、先端さんは釣りたくない。よし、じゃあスキップしよう。ジングリス弱いし、あーそっか、ほかジングリスさんは、僕さっぱりわかんないです。神宮寺さん、高田さん、白目見ます。まあ、二郎いたら負けということで。間違えたら申し訳ない。ちょっとボタン使いすぎちゃった感もあるな、俺のせいで。まあ、でも、これはもう村の総意ということで。仕方ないな。あと3人で一緒に行動することぐらいか。レポートできればいいなーくらいの。あ、よかった、押そうと思ったから。今の誰だ、今の誰だか分かんなかった。今誰かやってるね。ちなみにどこですかね、ごめんなさい、僕多分別コートしてるんで。ストレージの左下。それ、それめちゃめちゃいたからね。いませんでした、それ。センターさんが死んだんだ。ああ、そっか。神宮寺店は、高田さんと寺戸さんと一緒にいて、センターさんすれ違って、僕を越えて、その後ろに行ったなーって見送ったら、レポートだったんですよ。ね、はっきり言います。あの状況で殺すのめちゃめちゃ怖いと思うんだけど、よく殺したなって思ってて、二郎あるんじゃないかと思ってる。俺はリポート連打しながら歩いてたから、なんとかリポートできたけど。ああ、なるほど。ああ。犯行無理なの確定で僕なんで、今のは。僕は今回外していただきたいです。はい。マシャカリさんが遠くにいる時点で、おそらくマシャカリさんは絶対にインポスターじゃないかな。二郎いたとしてね。はい。俺は黙ってた神宮寺さんがかなり怪しいんじゃないかなと思ってるけど、神宮寺さんのアビリバイってどうなってるんだっけ？形状一緒ですよ。その前ですよね。今の話です。神宮寺さんの時の俺がずっと一緒についてたターンっていつだったっけ？それ忘れちゃったな。多分エレクトリカルと一緒にいた時じゃないですかね。そうですね。エレクトリカルにいてっていう時だったんで。あの時ってキルがどこで発生してたんだっけ？あ、でもその時は絶対神宮寺じゃないか。今の状況よく見えなかったな。今、誰が一番左にいたかとかって自覚ある人いる？あ、僕だと思いますね。座敷金は座敷金だと思ってます。そうか。これもリポートしてる時点で僕、寺蔵さん結構今回違うと思ってて、座敷金さん、神宮寺さん、高田さん白いと思ってるんですよ。結構ずっと一緒に来た期間多いんで、僕座敷金さん入れたいですね。わあ、マジですか。入れるんだったら、座敷金さん結構全然合ってないんで、僕の視点ですけど。最初のアリバイについて言おうか。ああ、これまずいかな。座敷さん入れようか。あ、ごめんなさい。わかんねえ、俺も。すみません。外したらごめんなさい。わあ、マジっすか。ただ困るのが、あと全員白いと思ってるんで、わかんないっす。終わんじゃね？ 4人一郎で、なんとか。続けようか。これ以上釣れないかも。終わるやろ。終わらないんだな。もうちょっとよく見とけばよかったな。まあ殺害が起きるかなとは思ったけど、こんなにごちゃっとした状況で殺害が起きると思ってなかったせいで。
いや、ニロいないと思い、まあ、もうそうか。5人、4人か。4人だからニロはいないのか。確実に。まあ、連れてはいるんだな。まあ、原産か、雑金さんだったんだろう。結局わかんないけど。ニロいた可能性はあると思うんだよな。マシャカリさんは絶対白だと思うから、マシャカリさんについていこう。そっか。ちょっとマシャカリさんと一緒にいよう。マシャカリさんと一緒にさえいればいいんだ。マシャカリさんと一緒にさえいれれば、絶対に、誰かわかんないことはない。マシャカリさんと一緒に行動しよう。残り一郎だからさ。マシャカリさん？あ、やばいやばいやばい。どっち行きたい？マシャカリさん。どこ行きたいの？マシャカリさん。待つ。おい。おい、なんで見えないところでやろうとする。うわ、そっち行った。意味わからんとこ行くな。急げー。12秒。ラン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 。はい、高田さんやっちゃったっすね。O2 です。うん。高田さんが立ち尽くしておりました。まさかさんやられてました。え、どういうこと？お互いの状況を説明してください。俺、いや、ちょっと待って、俺 O2 直してたからどういうこと？神宮寺です。まず、僕は、まあ今、O2 なった時に、アドミンに寺戸さんかなと思ってたんで、寺戸さんの方寄りつつ、で、寺戸さんがアドミン直すの確認して、で、O2 へ回りました。いや、待って待って待って。俺、O2 直してる最中だから、マジで 何がどういうことかわかんない。ただ、高田さんの足元に、まさかりさんがお亡くなりになってて、僕はたどり着いたとこだったので、うん、これっていう状態です。まさかりが今亡くなったってこと？そうです。高田さんの足元に転がってました。いや、じゃあ神宮寺じゃん。あのね、O2 が治ってないんだよ。ただ僕は正直、ずっと高田さんといた、まあずっとじゃないですけど、かなりの時間いたので、白いなと思ってはいたんですけど、うん、で、それは逆に高田さんも同じだと思うんです。一緒にいること多かったんで。多かった多かった、多かった。だから僕の中ではむしろ寺蔵さん寄りだったんですけど、今のは状況証拠的に高田さんだと思って。神宮寺さんって1日目どこにいたんだっけ、その、なった時。なった時僕ほぼ右側にいました。ウェポン行ってナビゲーション行ってって。でも結構高田さんもいたってたよね。はい、そうです。高田さんはブーってなった時にどこにいた？1、オツが鳴り始めた今時。今ってこと？うん、そうそうそう、今のターンでオツが鳴り始めた時。アッパーエンジンとカフェテリアの間の通路らへん。そんなとこいた？そんなに行ったかな？ストレージで行った後、結構離れたんだね。多分みんなとストレージぐらいまで一緒に行って、その後行動共にしてないと思うんですよ。俺、タスク残ってるから。あ、投票、あ、待って。高田さんに投票する。O2 が治るのが遅すぎる気がする。マシャカリさんはかなり早めに行ってたと思うから、マシャカリさんが治せてたと思うし、神宮寺さんが今のタイミングで殺してたんだったら、O2 はもう治ってるはず。よかったよかった。ごめんなさい、最高。いや、寺蔵が判断した最高。危ねえ、すっげえ今の。いやー、よかった。いや、寺蔵が。あのタイミングでダブルやるだろうなと思ったんですけど、手が、寺蔵さんに負けました。連打してくれてたんですね。色の残ってるよなー、怖え。いやー、ありがとうございます。ゲンってそんなに黒かったですかね、皆さん。いや、まあでもリアクターにいたのはちょっと黒かったと思っちゃった、ね。そうなんですね、ごめんなさい。いや、ごめん、マジで。めちゃくちゃ理論押し付けちゃった。喋る暇も与えずに申し訳ない。
センターさん、ローラーすればよかった。せっかくローラー止めたのに。タイムキープの観点からも、センターさんに絶対縄かかると思って、ゲームわざと黙ってたんですけど。うん、あ、そういうこと、ね、あれ、下位置結局どこだったの？ロアエンジンじゃなかったのあれ。いや、合ってますよ。ロアエンジン。ロアエンジンがいます、ね、で、まずそこなんですね。ゲンです。センター陣が確定かのような情報でおっしゃってるのかっていうのが疑惑の1点目。で、2点目は、ロアエンジンのな、でゲンロアエンジンで死んだタイミングがゲンがリアクターだと言った、その直後で死んでいるっていう、さも死体、死んだパタイミングが分かってるかのような言い方っていうのが極めてゲン目線では黒く映ってしまいました。ので、センターさんに入れました。まあ、お互い黒く見えますと思います。僕、ロアエンジン取ってきてるから、強いしな。寺蔵さんのレポートレンダー、まあ、いや、レポートレンダーやばいよ。しょうがないですね。あそこ、キルボタン押したら誰に入るかも分かんないから。キルボタン連打してたから。うわ、センターに入って即レポートかよと思って。いや、もう、高田さんやるだろうなと、キルボタンにずっと手を置いてたんで、いや、俺も覚えても。押そうと思ったら、寺蔵さんに負けた。いや、レポートレンダー。でもあれ、下位置、弱エンジンだとしたら、自分もなんか、霊界目線からセンターさんとゲンさんしか容疑者いねえなとか思っちゃったんだけど。いつのタイミングで誰が殺したんですか？結構早いですね。あ、やっぱそうか。いや、左に3人いて、あ、高田さんやるだろうなと思って戻ってやってたら、そう、ザチキンさんと高田さんがロアエンジン側にいたんすよ。だからいい感じにザチキンさんが高田さんを容疑者から外してましたね。あ、いや、センターさんがロアエンジンからリアクターに向かうときにちょっと 見逃してしまった的な。左下ってことですか？あ、そう、左下だから。あ、じゃあ完全見逃したのか。寺堂さんの、あの、アドミンで、アドミンでロアエンジンに1死体ずっとあったから、その死体を見に行こうという発言が極めて重要でして、あれが分かる手前で殺された可能性も十分あるにもかかわらず、そのタイミングで死んだかのような確定情報のようにセンターさんが出してきたのが、やはり私としては、それはそう。間違えてるし。ストレージ取ったっていう人が、全然出てこなかったから、結構前に殺されてる可能性もあったんだよね。で、現目線だとアッパーエンジンからリアクターに素直に行っただけです。ので、その区間に誰も会ってないということは下から来た誰かに殺されている。で、ステラードさんの発言と総合すると、ゲンがリアクターに来るもっと手前で殺されているっていうのが分かりやすい時系列になります。ちなみになんだけど、俺、ロアエンジンで殺した後、それはその通り、リアクターに、あの、ベント使って移動したら、俺、マシャカリさんが視界に入ってて、あ、見られて積んだなと思ったら、見られ、なんか、何もこともなく終わったから、いや、あれ見えてなかった。全然見えてなくて。あ、もうよかった、もう完全に済んだと。あの、むしろ一緒に、あ、助かってるわと思ってました。いや、よかった、なんか、すいません。されねえぞ。僕の中で高田さん、最白いヒット1でしたからね。そうそう。まさかりさんがね、高田さん白って言ったから、最後も結構、ああ、言ってたんだよなって思ったから。いやー、すんません。ちょっとね、そこ読めなかったですね。いや、高田さんがおかしかったなと思ったのは、一緒にいるって言いながら、ちょこちょこ離れたんですよ。なので、あ、これはと思ったら、まあまあ最後はもう目撃してるんで僕は迷いはなかったですけど、いやもうギリギリまで寺蔵さんだと思ってたんですよ。あ、そうなんだ。いや、もうアドミンで寺蔵さんがいらっしゃるのを見てその後のレポートだったんで、他に動きがなければ寺蔵さんかなもしかしてと思ってた。僕も最後、あれ、もしかして寺蔵さんと神宮寺さんいるのかなと思って、高田さん最初だったから一緒に、あ、オーケーオーケー、一緒に解除しようと思ったら殺されたから、あれってなって。いや、そう、俺ね、判断ミスっちゃった。マシャカリ倒してすぐオーツー直さないとダメだ。一瞬開いちゃったんだよ、馬が。あー、オーツー直せばさ、来ない可能性があったから、うんうん、ちょっとワンチャン。いや、高田さん直さなかったのは全然ありだと思う。いや、直さないのありだと思います。うん、ありだと思う。まあ、それか、オーツー直して、うん、僕ぶっ殺して神宮寺さんになすりつけたら、どっちが良かったんだろう。誰も来なかったら、まあ、オーツーで勝ちが一番。いや、誰も来なかった可能性も全然あり得たんで、全然ありだ。え、マシャカリさんはさ、つついて直すまでの時間はあった、十分。あ、あり、直してる途中で殺されちゃう。あ、やっぱそうだよね。それくらいの時間だよね。そうです。いや、俺がアドミンに入ってくときに、あの、ストレージコミュニケーション間の道路を通ってるというか、ストレージ下回りして右側に行ってるマシャカリさんが見えてるから、これだったら O2 は治るだろうなって思ったけど、高田さんがインポスターだったら、どこにいる、アドミンにいなかったから、O2 で。マジ悩んだな、あのタイミング。神宮寺さんが、まあ、間に合わなかったことも、うん、可能性も全然あり得たんで、あれはもう本当に賭けだよね、賭けだよね、賭けだから別にどっちが正解はないかなと思っちゃう。僕も賭けだし、寺蔵さん筆頭だったんで怖くて、ちょっと距離を置いてみてたらもうタスク直ったのを確認できたんで、あ、もうこれなら向こうだと思って。いや、そうだよね。いや、最後ちょっと ここでこの場を借りて謝罪しなければならないことが
あの、ありまして、はい、私、動画を遡ったところ、ロアエンジンに一切行っておりません。なんだどういうことですか？行っておりませんでした、すごいな。どんなことこの度は、マジかよ。センターさん？結構ございませんでした。まあ、そういうことは。ありませんでしたわ、ちょっと。センターさん。そういうゲームだから、それそういうミスで謝ってやる。いやさ、いやさ、いやでもちゃんとごっちゃになってませんって、うんうん、ちゃんと言うの偉いっすね。ごっちゃになってた。申し訳ない、だからもう銀さんに何のあれもない罪を言うだけつんで、ほら銀さんからもローラーさん、私今センターさんの配信見えてないんですけど、視聴者の皆さんどうでしょう。私はセンターさんを黒塗りするのは不当でしょうか。100間違えたね、僕が。まず一つも合ってないよ、僕に。やめて、それ、なんかこう、明日は我が身なんだ、多分それは。わかる、そうですね。もう、すみません。終わった後にゲンさんに叩かれるのやだわ、次のゲーム、そんな未来が見える、なんかちょっと。ひらだめさん、あれはあそこでああでしたよね、みたいな感じのことを。終わった後に言われるのやだ。っていうか、あの、僕が100間違えてたんで、あの、正当な主張ですね。まあまあまあ。なんだこいつって感じだと思います。僕が逆だったら多分ブチ切れてますよ。やだよ、ね。センターさん、私がそれやっても怒んないで、ちょっとセンターさん。私の配信のコメントでも、センターさん噛まれた瞬間になんか、めっちゃコメントが増えて、なんだろうと思ってし、みたいな、皆さん笑ってて。センターを、あの、ローラーしなかった理由が、センターの考察がめっちゃ深かったっていうのが一因で、インポスターでここまで人の動きを見て、あの、なんか推理できるかなって思ったから、やっぱ白いのかなって思った。最後あの、フォローしていただいて大変恐縮なんですが、うん、その考察がとんでも考察だったので、ちょっと、何の、ね、材料が分かりました。ああ、でも、ザチキンさんの殺害は当たってたんで大丈夫です。ザチキンさんはロアエンジンで死んでるのを見かけて、あ、これずるい、俺も殺したいと思って、アベベンさんが見かけた、いたんで殺しました。通り魔のようにやられましたよ。ね、あ、じゃあ、僕がザチキンさん殺したが僕のおかげで勝ったってことで。あ、いいぞ。じゃあ次のゲーム行きますか。行きましょう、行きましょう。はい、頑張りますよ。頑張りましょう。なんだろ、あのタイミング殺したのはザチキンではないですからね。センターさん殺したの。あ、違うんだ。高田さんが殺してたんだ。本当に集中して見てなかったんだよね。センターが来た瞬間に死んだから、センターがやったのかとか勘違いしたらセンターが死んでたから、よくわかんない。高田さんにやられましたね。俺か。センターさんになすりつけようと思ったらセンターさん死んでるから。初めてダブルキル阻止したわ、でも。いや、テラゾーやれてたらでかかったの、近かったのにな。最後僕がアドミン直せてテラゾーさんが上行ってたら俺迷ってたんだろうな、きっと。